こんにちは。賃貸のうさぎイメージキャラクターのマカスくんです。本日はですね、木津川市桜ヶ丘にございます、富士テラスという物件に来ております。さあ、それではマカスくんと一緒にご紹介させていただきます。さあ、こちらですね、A 棟と B 棟がございまして、こちら A 棟、こちらがまた B 棟ということでね、出ております。はい、駐車場の方ね、こちらの方ですね、物件の横の方にしっかりと、確保されておりますし、屋根付きのね、駐輪場もね、各棟に、ございます。共用部分の方もですね、このようにしっかりと整備された物件となっております。はい、閑静なですね、住宅街に位置する物件となっておりますので、ゆったりとね、暮らしていただけるお部屋となっております。はい、詳しくはですね、弊社ホームページの方ですね、ご覧ください。最後にマカスくんからお知らせです。賃貸のうさぎではネット予約サービス、お迎えサービスなどを行っております。奈良のおもてなしなら心、賃貸のうさぎではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。